今日はですね、2017年9月の16日、12時18分です。よろしくです。寝起きだね、今。今起きた。おはよう。はい、ワード2。やだ、ラッキー、いらっしゃい。おはよう、ミカロフ。さやおはよう。ゆめこさんおはよう。そうなんだよね。YouTube ライブばっかりやってたから、申し訳ね。元気だよ。はい、ワード2。ちょっと待ってね、日報つけちゃうんで。
大丈夫？おはよう、まるさん、ありがとう。おはよう。いや、わかんない。なんてジャンルなんだろうね。うん。あんまりジャンルとか全然わかんないから、俺も。なんてジャンルなんだろうね。ほんと不思議だよね。不思議だわ。おいし、日報付け終わったわ。お疲れっす。おはようございます。日報付け終わりました。どうも。うん、大丈夫かな。こんにちは。はい、たくみさん、おはようっす。しょうゆさん、こんにちは。日報終わりました。どうも、おはようございます。もう ふわっちやり直したのでフォローしても大丈夫ですか？もちろん全然フォローは大歓迎ですよ。僕大歓迎です。おはようございます。寝不足かな。目腫れてるね。寝不足なのかな。はい、ミリカさん、こんにちは。コンタクトじゃないよ、裸眼。コメントがぼやぼや。みのりさん、いらっしゃい。起きて、いやいや、起きたらすぐ放送開くから、起きて5分ぐらい歯磨いたらもう枠開くって感じだよ。俺は起きたら枠開く、起きたら枠開く、もう日課ですね。起きて一番最初にやること、歯磨いて放送開く。固まる？映像音声大丈夫ですか？ありがとう。日課っつうか、まあまあまあ
日課かな。日課。今日は引退しようとは思ってないけど。はい、ワドツー。ハゲタルマ先輩いらっしゃい。今日は引退する気分じゃないね。引退したいときに引退します。毎日引退するといい。いや、まあ気分でやるわ、いや、いつでも引退していいんで、俺が決められるから。決定権は俺にある。俺が引退したい時に引退できるんだよ。花火ありがとう、ゆめこちゃん。花火ありがとう。ありがとうございます。あざーす。大丈夫？席大丈夫？言葉一つ一つがかっこいい。ありがとう。7回ぐらいかな。ねえ、風邪ひいたっぽいよね、ちょっとね。大丈夫かな。鳴り下がったとか鳴り上がったとかあんま関係なくない？花火を投げるのに。応援する気持ちがある人は花火投げてるよ。何を基準と思って鳴り下がったって言ってるのかよくわかんないけど、あと何が基準なの？その鳴り上がる鳴り下がるっていうのは、ジェイソンにとって。成り下がったって言ってるけど、何をもって成り下がったの？嘘つきを応援する神経。俺嘘ついてないもん。嘘ついてないから花火上がるんだよ。嘘つきには花火上がんないでしょ。リスナーさんに嘘なんかついてないもん。髪伸びたね、だいぶね。髪伸びてきた。かそっぷりがすごい。そう。全然かそってるとは思えないんだけど。そうか。あ、いってらっしゃい。俺買ってきた。大丈夫だよ。ありがとう。髪？いや、セットしてないだけだけどね。花火ありがとう。ねかまちゃんありがとう。まあ引退しても復帰すればいいだけですもんね。そうだね。俺がやりたい時にやって、やりたくない時にやらないってだけよ。
アンチ、あ、ごめんね、ブロック、もしあれだったら、ゆめこさん、そっち側でやってもらってもいい？申し訳ないんだけど、ゆめこさんがブロックしたら、大丈夫だから、コメント見れないからさ。もしくは、普通のコメント書いてくれたら、それ拾うからさ。申し訳ねえ。不快だよね、本当に。同意見だわ。全く同意見ですね。いや、潜ってるんでしょ。潜ってて、誰かが書き始めたら俺も俺もって出てくるんじゃないの。生産性のないやり取りだからな。ああ、本当にいいおっさん。ありがとう。ドラゴンクエスト今日やろうか、久々。後で。ドラクエやりますか。あんまり人数減るから、あんまり受けてるコンテンツだとは思ってないけど。雑談の方が人気があるっぽいね、なんか。リスナーさんからは。冷房止めようか。冷房でやられてるっぽくない？俺ら、はい。冷房。ねえ。うん。はい、ブロック了解。LINE 一方通行だよね。よ、いっちゃんから送られてこないよ。バージョンが古いんじゃないの？アップデートしないとダメなんじゃない？俺は送れてるよ。で、いっちゃんが読めたのも見れてるんだけど、いっちゃんから送られてこないよ。ちょっと俺原因はわかんないわ。なぜかは。新しいやつに最新版にしないとダメなんじゃないの？はい、とこさん、アイテムありがとう。おはよう。どうやって最新版、なんか、どうやってやるんだろう。ごめん。俺、ちょっとよくわかんないわ。勝手にアップデートなるようになっちゃってるから。これ、いっちゃんがパソコンで使ってんのかさ、パソコンでダウンロードしてんのか、スマホでやってんのかとかもわかんないし。ごめん、ちょっとそれわかんないわ。どうやってやるんだろうね。なんか、でも、最新版じゃないって出てたよ。いっちゃんは最新バージョンじゃないから電話ができませんって書かれてた。PC?LINE ダウンロードで、再ダウンロードとか、LINE アップデートで検索してみなよ。LINE アップデート、パソコンとかで。そしたら多分やり方出てくると思うけど。ちょっと俺わかんないわ、パソコンの、LINE のアップデートの仕方は。勝手になる、俺のは。
ういっすー、おはようございます。そうそう、おはよう。飯は自炊と半々ぐらいかな。まあ自炊多くしようと。スーパーチャット興奮した。 いやー、ありがたいですよね。ありがたい。だってさ、なんだろう、みんながチャンネル登録ね、1000人してくれたおかげだぜ。まだ誰もスーパーチャット使えてないからね。結構雑談界隈で先にできたっていうのは嬉しいよね。みんな多分職人さんがチャンネル超えてるんだよね、大手さんは。だから先駆者になれたのは良かったですね。 YouTube ライブ先にできたっていうのは嬉しいですね。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱね、何があるか分かんない商売だから、自己防衛していかないといけないからね、分散投資みたいな感じなのかな。分散投資なのかな。リスクヘッジ、おお、すごい、 YouTube レッドからも入ってきてるな。ランザクション収益。YouTube ライブ、昨日結構いただきましたよ。昨日の放送だけで2000円ぐらいいただいたかな。結構いただきました。まあ、キャッシュポイントが増えたっていうのは僕としては、でかいっすね。なんか、インスタグラムもお金儲かるらしいよね。噂によると。インスタグラムのライブもお金入ってくるんだって。和道さんやりましょうよって来たけど。すごい時代になったよな、本当。すごい時代だよな。俺はメインはふわっちだと思ってるね。やってる時間が一番長いのがふわっちだから。メインはふわっちです、僕は。ただね、メインは変わっていくもんでもあるから、まあ、なんだろう、儲かったり人が集まったりするところに
自然と流れていくだけだと思ってるから、あんまりね、ふわっちがメインって言ってたじゃねえかとか言われてもっていう。だからいいと思ったところでやるだけですよ。ただ今一番いいと思ってるのがふわっちってだけでしょ。ただそれだけだから、あんまり気にしなくていいよ。YouTube も儲かりますよ。お初です。あ、どうもどうも、お初です。結構儲けてんすか、チュッパチャンプスさんは YouTube で。ニコ生実はもうコミュニティあるんだよね。お金払ってやったんだけど、やる気が起こらないかな。ニコ生やろうとは思ってない。おはよう。年収で500万ぐらい。ああ、年収で500万すごいっすね、チュッパチャンプスさん。過疎なの？年収500万って相当だと思うけど。へえ、すごい。年収500万。へえ。YouTube 売名させてくださいよ。ダメ？なんか、YouTube の企画で呼んで。タダで出るから。売名させて、売名。チャンネル登録どれくらいなんですか？すごいな。年収500万。パソコンのスペック、まあ。タロットさん、こんにちは。ふわっちやるとニコ生金かけてないギャンブルみたいだよな。金かけてないギャンブルっつうか、だから、なんだろう。金稼ぐ場所ではないから。まあ、仕事にはならないよね。仕事にはならない。俺が関心あるの、仕事として放送やりたいっていうのが昔からの目標だったから。しょうがないよね。はい、ワード2、ペイいらっしゃい。おい、ステラさん、アイテムありがとう。おはよう、ワード2。時間があったら YouTube ライブリアルタイムで。ああ、了解です、了解です。もしよかったらチャンネル登録しといて。チャンネル登録しとかないと通知がいかないから、多分見逃すぜ。今度ヒカルさんとゲームコラボ。え？それって中堅じゃなくない？大手じゃん。え、俺も仲良くしてよ。なんて検索したら出てくんの？チャンネル教えて、もしよかったら。すごいな。年収500万って勝ち組だよな。あ、2つとも登録してる。ありがとうございます。あざーす。初見さんいらっしゃい、よろしくお願いします。いや、光休止してんだろって。だから、それは表向きの情報でやってんじゃないの、裏で。初見さん、よろしくお願いします。わかんないけど、何でも嘘だっていうふうに考えるのあんまり好きじゃない、俺は。
ミッドナイト5クワトロさん、ちょっと検索しよう。よいしょ、ありがとう、教えてくれて。ミッドナイト5、うわすげえ、1万5000人のチャンネル、これかな。あー、ゲーム配信者なんだ。あー、すごいすごいすごい、ほんとだ、1万5000人。あー、じゃあ雑談とは違うか、顔出しの人じゃないわ。すごいね。動画数どれくらいなんだろう。あ、もう限定してるんだ、この動画で行くっていう。あ、顔出しもたまにやってんのか。へえ、すごい。あ、教えてくれてありがとうございます。あ、もう有名ゲーマーなんだこの人。車のゲーム配信なんですね。あ、すごいっすね。あ、すげえな、車のゲームで月500万稼ぐ。あ、再生数で考えたらそれくらいいくのかな。すごいな、ありがとうございます。おい、謎の女さんいらっしゃい。車のゲーム、あの、あれでしょ、ゲームセンターの車でしょ、多分。よろしくお願いします。風船ありがとうございます。謎の女さんありがとう。はい、和骨、いらっしゃい。ふわっちでも漫画ミッドナイト配信する予定ですので、よろしくお願いします。ああ、そうなんだ。あ、ワンガンミ、あ、これワンガンミッドナイトの略か、ゲーム。はははは。W なんとかなんとかって。よろしくお願いします。美味しい話にはすぐ飛びついてガチャガチャにしちゃうんですか？よくわかんないです。セイランさん、おはようございます。フォローありがとうございます。はい、ワードツー、こんにちは。女児向けゲームとかがよくわかんないですね。何が女児向けゲームなのかがわからないぐらいわからないです。
世の中ダメな方向に変わってきてますね。あ、そうですか？あ、着せ替えとかは全然興味ないかな、俺は。全然興味ないかな。格闘ゲームメインってわけないよ、俺。格闘ゲームメインってわけじゃない、ない。全然、ね、違う違う違う。でもまあ、なんだろう、女性向けゲームっていうのはやったことないかな。あんまり関心ないかもしれない。女子向けゲームをやると安心感がなぜか生まれる。へえ。なんでなんだろうね。あ、ごめん、夫婦間うち URL 禁止なんだ、基本的には。カシミール、バーガー10個ありがとうございます。ふわっちでっていうわけじゃないかな。配信で稼ぎたいのは金額は決まってるけど、どこのサイトでいくら稼ぎたいとかないよ。だって金は金じゃん。別にどっかの配信サイトで稼げればいいわけだから、ふわっちでいくら稼ぎたいっていうのはない。配信でならある。
それでふわっとだけでいくら稼ぎたいとかじゃなくていいじゃん。どこでもいいじゃん。ニコ生でもいいし、どこでもいいと思うよ。俺はそうだな、配信でまあ奥稼げればいいかなとは思ってる。ちょうどいいっていうか、奥が奥稼げればいいかなと思ってますね。最低でも100万ぐらい稼げたらいいなぁと思うけど、100万から奥だね。まあ100稼げないとやりがいのない仕事って感じがするね。100稼げたらまあまあまあ当たったかなっていう。でそっから軌道に乗ってどこまで伸ばせるかみたいな感じだと思うから、100から先行かないと個人授業をやってる意味ねえよな。いや、時代の問題じゃないと思うよ。稼げる人は稼げるんだと思ってる。税込み、手取り、税込み。年商の状態か。年収っていうか商。ん？何が40万くらいの？ごめん、ちょっとざっくりしすぎてて分かんねえわ。何が40くらいの？月の収入？まあ先月50ぐらい、その前が80、その前が70とかじゃないかな。不機嫌じゃないよ、全然不機嫌じゃないよ。いや、あんま金が増えてもあんまり変わんないよ、生活って。やっぱり思った通りだったね。幸せになる装置ではない、金は。不幸は減らせるけど、不幸は減らすことはできるけど、幸せになるもんじゃないと思ってる。邪魔にはならないですね。あればあるほどいいですね。ただ追いかけるもんでもないと思ってるかな。そこまでして追いかけるもんでもない。働いてないよ。
お金持ってると怪しいのが寄ってくるんだよ。そんな持ってないもん。寄ってこないよ。一人暮らしですよ。生きてて楽しいなと思うとき、生きててよかったなと思うときはどんなときですか？汗かいたときとかかな。汗かいたときとか、飯がうまかったときとか、いいセックスしたときとかじゃないの。すごくなんかシンプルなことな気がする。気持ちいい、嬉しい、楽しい、気持ちいい、かっこいい、誇らしい。特にやっぱ気持ちいいがいいな。あ、まあサウナも気持ちよかったですね。壁垢わせやろうと思ったんですけど、まあまあなんか勉強しようかなっていうぐらいで、金増やそうって感じではないかな。ロビちゃんこんにちは。なんか10年後とかになんか資産運用ができるようになったら面白いかなぐらいにしか考えてなくて別にね、配信で食えてるから、配信で食いっぱぐれることはないと思ってるから、俺は一生だから、まあ食うのは困ってないかな。なんか金の稼ぎ方を教える人は増えたけどさ、生き方を教える人って減ったよね。
もっとワクワク生きた方がいいのにね。もったいない気がするんだよな。なんか大事なことなのに。ビットコインはもう暴落するの確定だし、分かってたからね。ツイートしとけばよかったね。これはビットコインもダメになる決定的な考え方があるから、ビットコインには手出さないですね。ビットコインはダメです。ビットコインは無理。決定的に流行らない証拠がある。通貨発行権が成功した事例ってないんだよね。以上。だって日本政府もさ、あれを贈与で40%取るって言ってるし。中国もダメになってるでしょ。国が許さないよね。もしくはその通貨発行権を握ってる側の人間が許さないよね。で、その人間って権力者側の人間じゃん。ビットコインの仕組みがいいとか悪いとかいう問題じゃないんだよね。あとはその末端の人が儲かる儲かるって言い始めて、俺はそのもっと安い時に話が回ってきてるんだよ。で、これだけなんかみんながビットコインって言い始めた時に、今がピークだなって感じはしてる。もうこれ以上流行んない。末端まで情報が降りてきてるから。まあ可能性はなくはないよね。初の成功例になる。でも国が管理すると思うよ。初見さんいらっしゃい。あ、俺はやらないかな。ビットコイン多分一生やることはないかな。儲からないとは言ってないからね。ちなみに儲かってる人はいると思う。はい、いっちゃんいらっしゃい。俺より稼いでる俺より若いやつなんかいっぱいいるよ。まあ、ビットコインは今がピークっていうか、ちょっと前がピークだと思ってるかな。だってもう NHK とかテレビで報道するようになってるから、番組ができたりとかいっぱいしてるじゃん。ってことはもう知らない人がいないわけよ。で、知らない人がいないのに、その知らない人がいなくなったってことはさ、要は情報系のビジネスっていうか情報系の儲かり方だから、これ以上増えるような感じはしないんだよな。株とか為替とかの方が信用がでかいと思ってて、はるかに。やる、投資を考えるんだったら株とか為替とかの方がいいんじゃないかな。まあ、金儲けって考えるんだったらビットコイン手出すのはありかもしれないけど、今参入するのは意味がないと思ってたよ。100円ぐらいの時声かかってきたよ。100円とか10円とか。10円だったかな？ 10 円で売ろうかみたいな。今仕入れる情報じゃないかなと思って。もう4、5年前に聞いてたから。そんな稼いでるんだ、すごいっすね。
花火ください。もしよかったら俺のスポンサーになってください。だって元本がマイナスの損失で2650万出てるってことはさ、相当の、だってそれ何パー、俺あの株とか為替であの金額で語るのって意味がないことだと思ってて、利率だと思ってんの。だから何パー損したのか、その2650万が 100% 損したのか、要は2600万全部溶けちゃったって元本割れしたって話なのか、 0.1% だよっていう、マイナス 0.1% なんか誤差じゃん。か投資をやった、だからそのパーで聞きたいよ。その2650万の損失が出たんじゃなくて、利率の高いやつっていうやつが俺は優秀なトレーダーだと思ってるかな。やったことないからね、あの素人が勝たんなって話だけど、あ、まあ東京オリンピックで株は上がってるからね、実際ね、うん、上がると思うよ。株もね、為替も読みやすいとは思うけど、その後が不安だよね。どうなるんだっていう。ただ俺は、まあ、さっきも言ったんだけど、なんだろうな、金が儲かったら幸せになれるってあんま思ってないかな。ビットコイン1000万になるらしい。へえ、じゃあ儲かるね。バンバン買った方がいいんじゃない、ポポさんは。なんか何を何なりわいにして稼ぐかっていうこだわりが結構あって、あんまりそのなんだろう、投資とかで儲けるのはなんか遊びの要素で儲けたいっていうのはあるかな。俺はメインの収入にしたくない、仕事にしたくないね、株とか為替とかを。お金が腐るほどあってもしょうがないかんね。だったら好きなことで結果出していった方がいいかなって。日本株もそろそろ暴落しそうかな。いや、しばらく安泰だと思うよ。しばらくね。まあでも戦争が起こったらどうなるか分かんないけど。まあでもそんなにダメージはなさそうな気はする。あとはまあ投資のスタイルによるよね。スイングトレードとデイトレードと、中長期でやってる人はトレードスタイルが全然違うからさ。まあオリンピックまでは、そんなに暴落するっていう感じはあんまりしないかな。不安材料ない。戦争ぐらいじゃん。でも戦争って儲かるからね、頭のいい人からしたら。どの株が上がるか分かりやすいじゃん。石野は昨日戦争やだって言ってたよ。サウナ入ってて、俺呼ばれますよって言われてた。俺びっくりしたの。石野って戦争のニュース流れてサウナの中で見てて、あ、戦争起こるかもねっつって、そしたら石野、俺呼ばれるんで嫌っすね。いや石野お前30だよって、いや俺徴兵されるんすよって言ってて、すげえこいつと思って、いや石野呼ばれないと思うよ戦争にはっつって、いやそうっすか、俺呼ばれますよ、すげえ笑った。石野に頼ることはないよね多分。国も、うん、石野怯えてたよ戦争、うん、うん、はい、解放いらっしゃい。東京オリンピック行きたいっつうか、俺東京に住んでんだ。
うわマジか。東京オリンピック行きたい。行きたいかな。ちょっとパンチの今日の一番面白かったコメントかな。東京オリンピック行きたいかどうか。東京開催地東京だからね、行きたい。昨日スーパーチャット面白かったね。あれはメインストリームになると思う。あ、まあでもそうだと思う。テレビで見た方が面白いんじゃないかっていう、俺もそう思うな。のんちゃんなんか小腹空いたんだけど、なんかあるかな。ない、なんか何もないか。それこそオリンピック初の競技になるスケボーとか見てみたいかな。ホームレスが戦争に怯える必要ない。いや、いや、なんか行きたいっていう言い方はちょっと。与沢翼さん、はい知ってますよ。はい存じてます。あ、生で見たいってこと？まあ、スケボーとバレーボールと、スケボー、バレーボールとかかな。ボクシングってあんのかな。まあまあまあ、見たいのありますね、正直。ボクシング見たいですね。のんちゃん出かけない？帰る？一回帰るか。俺あれだわ、あのハードディスク買いに行くわ。電気屋さんに。もう YouTube の、 YouTube じゃないや、あのふわっちの動画全部消すわ。今日は作業枠だね。過去の動画全部消す。あ、そうだ、たくみさんとミーティングしないと。によって生、ていうか俺スポーツ観戦をほとんどしたことがないから、だからね、多分見やすさ、競技の見やすさで言ったら絶対テレビの方が見やすいと思ってんの。ただ生でお、まあボクシング全部そうだよな、テレビの方が見やすいよな。なんだろう、でも雰囲気味わってみたいなとか。スケボーとかなんか楽しそう。でもさ、スケボーとかって音楽とかバッカンバッカン鳴って競技するから面白いじゃん。ピンとかやってね、カシャンとかやっても面白くないよね、多分。スケボー全然やってないですね。ちょっとやらなきゃと思ってて。せっかくライフワークにするって言ってたのに、全然ライフワークになってないんだよね。もったいないよね、せっかく買ったのに。あとであれだわ、ハードディスク買いに行こう。外付けハードディスク、おす、ね、バッファロー外付けハードディスクってどこがおすすめなんだろう。動画楽しみにしてるんでよろしく。ああ、はいはい、外付けハードディスク、バッファローが一番いいのかな。バッファロー、
戦争は始まりますか、日本は。確実に始まりますね。はい、断言しておきます。確実に始まります。はい、断言しておきます。中身は別の会社が作ってるからよくわからない。あ、そうなんだ。それはなぜそう思いますか。あ、始まりますね。はい、ノアが捕まったらしい。マジで？なんで？なんで捕まったの？何で捕まったの？ノアさん。本当に？捕まる要素ある？何で捕まったんだろう？どこ情報なんだろう。未成年淫行ありそう、ありそうって言うと失礼かもしれないけどあー、確定なのそれ。あー、なるほど。12歳とパコルか。あ、なんとも言えねえなそれ。あいや、金関係じゃないんだ。どうなんだろうそれ。どうなんだろうな。捕まったんだ12歳。俺ロリコンじゃないから分かんないんだよな。その12歳とセックスをしたいって思ったことが今までにマジで、実験になったの？だって、俺この前一緒に飲んでたじゃん。一緒に飲んでたっつうか。一週間ぐらい前じゃなかった？一緒にいたの。俺ババア好きなんだよ。俺ババア好きなんだよな。そうなんだよ。ババアの方がよくねえか？未成年絶対ないんだよ。実刑になったんだ。だってこの、実刑になってないよ。だってこの前飲んでたんだよ、一緒に。この前飲んでたんだよ。俺本人見てるんだよ。いや、実刑、ねえ。いや、俺ガセだと思うよ。だってこの前いたよ。強姦扱い。裁判まだ。何？釈放されてたってこと？いや、ババアはいくら抱いても得しかないからね。ねえ、のんちゃん。ババアは抱く方も抱かれる方も得しかないよね。そうだね。なんで冷たいの？なんで素っ気ない？一番素っ気なかったの。そうだね。つって。ハッピー。ハッピーです。ハピネス。いや、ババアの方がいいと思うんだけどな。なんでみんなババア嫌いなの？なんかみんなババア嫌いだよね。ウィンウィンでしょ。ババア好きなんですよ。はい、ワード2。ババア好きなんだよな。病気かな。病気かなっていうの変だよ。ババア好きっすよ。だって12歳に興奮しなくない？12歳って小学生だよ。小学生だよ。
無理じゃない？どうしたら興奮すんの？アンケート取ってみる？アンケート、これガチのやつね。アンケート取ってみるわ。ちょっと知りたいわ。アンケート取ります。質問は JC とか JK に興奮しますか？はい、出題します。質問です。女子小学生、女子高生に興奮をしますか？はい、アンケートに答えてください。はいかいいえです。アンケート、女子小学生、女子高生に、女子中学生か、女子、あ、間違えた、小学生と中学生って聞きたかった。高校生、まあいいや、高校生、小中高でいいや。小中高、どれ、こういうなんか若い女の子に興奮しますか？僕はしません。ちなみに高校生でもしないです。高校生って子供なんで。要は高校生以下、未成年に興奮しますか？捕まって判決が出るまで、あ、じゃあ釈放中だったってこと、今まで。テルチャンピンが1位になっちゃうじゃん。ふわっち売り上げ、むしろ始末どれ、何よれてんのかお前なんかよれてるだろ最近どれはい、じゃあ答え、何むしろ始末はい、じゃあ結果出しますよ。35名の回答いけます。いや、よれてるでしょ。いいえ、あ、え、 36% もいんの36% 未成年に興奮するんだ。やべえな。むしろ始末ってことか。強姦は釈放はないだよね。だから俺嘘だと思うんだよね。だから俺だって数週間前にノア君と一緒に飲んでたからガセでしょ。ロリコンじゃ、あー、俺ね、違うんだよ。ババアにセーラー服着せた方がセーラー服のポテンシャルは上がる派なの。だってさ、セーラー服を高校生が着たところでそれはただのセーラー服なんだよ。だけどババアにセーラー服を着せることによってセーラー服のポテンシャルって上がると思ってるんだよ。だから南の陽子にセーラー服を今着せたい俺は。南の陽子に機関銃はいらない。ちなみにわかるかなこの理論、そのアンビバレンス、わかんないけど、アンビバレンスのアンビバレンスが何なのかがよくわかんない。アンビバレンスってなんだ、アンビバレンスってなんだろう。検索します。また賢くなるな。アンビバレンスって何なんだろう。ちょっとアンビバレンスの使い方間違ってる気がするから、アンビバレンス、同一の対象に対して愛と憎しみのように相反する感情を同時に持つこと、合ってるね。アンビバレンスの使い方合ってる。そうだから、ババアにセーラー服を着せるのはアンビバレンスだよね。松田聖子はグッと来ないかな、あんまり。聖子ちゃん可愛いと思ったことないんだよね。まあお前らも俺に対してアンビバレンスでしょ？違うの？アンビバレンスなんじゃないの？和道に対して、ないか。可愛いババだから。ロリコンじゃないんだけど、ロリってるババアが好きなんだよね。アンビバレンス。わかるかな？石田ゆり子。石田ゆり子、菅野美穂、南野陽子。南野陽子めっちゃ好きだわ。それはわかるでしょ？深津絵里。だから、なんだろう。
これをなんていう性癖なんだろう、これは。ババア好き。合法ロリとは違うんだけど、年を経てて幼さ。あ、でも山口百恵か。深津絵里とか可愛いじゃん。なんだろうね、あの可愛さは。マザコンなのかもしれないね、単純に。あるかもしれない。マザーコンプレックスあるのかもね。うん。初見さんいらっしゃい。小学生好きなんだ。だから、俺はだから、これ分かる人は分かると思うけど、山本太郎がバトルロワイヤル出た時のアンビバレンスですよ。俺、バトルロワイヤル見て、山田太郎だっけ？山中太郎だっけ？いるじゃん、あの、政治家になったやつ。あいつが高校生か中学生の役やってた時に、俺はグッと来たよ。分かる？この気持ち。画面でさ、山田太郎だっけ？山本か、山本太郎がバトルロワイヤルで高校生か中学生の役やってた時に結構来たよ、俺は。これわかるかな、うん、ちょっと無理ねえかっていう。あの時いくつだった山本太郎って。結構なおっさんだから、俺が高校生役やるようなもんだったよ、本当に。でもね、マザコンはあるね、正直。マザーコンプレックスでしょ、多分ね、あるよ、俺は。多分ある。あ、お母さんっぽい雰囲気なもの好きだもん。ふわっとしてるマミー的なものに惹かれるよ、俺は。じゃあ、その俗に言うマザコンじゃないよ、実の母親にそのっていうのは一切嫌悪感しかないけど、それの裏返しでその年上の女性にこう好きっていうのあるかもしれない。それはある。あ、でも実の母親に似てる人に嫌悪感は出るな。顔が似てたりするだけで。レスポールのギター欲しいな。もうこのギター限界でしょ。熟女、いや別に熟女が好きってわけじゃないんだけど、だけどまあみんな熟女好きだよって言うよね。深津絵里って何なんだろうね。沖縄恵も良かったんだけど、なんか変なことになっちゃったもんね。沖縄恵ってめちゃめちゃ可愛かったよね。うん、俺でも沖縄恵系だよね、芸能界で。芸能人誰に似てるって言われたら、沖縄恵ですってよく言われますって言われてもしっくりくるでしょ。正直あの系統だと思ってる俺は。沖縄恵ね、よかったよね。で、俺は沖縄恵、お母さんより目、あ、より目は親父の方なんだよ。母親はより目だね。うん、母親も父親もより目だね。唐突な質問だな。うん、母親も父親も寄り目だね。うん、寄り目だな。
どっちも寄り目だね。千秋はないんだよ。千秋はないの。ない。ないの。そう、寄り目って女の人は可愛いのに、男だとなんか可愛くないよね。何なんだろう、あれ。いや、寄り目は間引きはちょっと問題発言でしょ。寄り目は間引きは本当に問題発言だと思うよ、あれ。ちょっとっていう。おかしいだろうっていう。あれはひどい発言だよな、本当に。PTA、教育委員会が動き出すよね。もう本当に調べたもんね、不安になって。夜。寄り目って本当に殺されてたのかなと思って調べちゃったもん。で、大問題でしょ。お前100年前だったら殺されてたぞって鮫島さんに言われたかんね。ばあちゃんが言ってたって。寄り目の男は首を折って殺してたって、間引きをしてたって、口べらしをされてたってね、うん、瞳が寄ってるプラス俺は目の感覚がもともと近いのよ、家系的に。だから母親は寄り目じゃなくてこの目の感覚が狭いので、親父が寄り目なの。だからウルトラマンセブンみたいになってんのよ俺は。そう、二つの DNA が入っちゃって、うん、あ、バガありがとうございます。俺もちょっと腹減った、小腹が空いたね。なんか食べたいな。雑炊。あ、でも昨日銭湯行ったじゃん。体重75キロだったよ俺。ちょっと太りすぎだよね。俺マジでダイエットして、あ、っていうか俺びっくりしたんだよ。この前さ、宮崎のさ、ほら、闇将軍のライバルの、何くんだっけ、ショコタンじゃなくて、なんだっけ、のんちゃん。なんだっけ、シャックン。シャックン。シャックン、腕めちゃめちゃ半年ぶりに会った。腕41センチだったよ。あれ、やばくない？シャックン。太ったよね、俺ね。シャックン、もともと腕太かったのに、筋トレ始めたんすよ、つって、結構ムキムキだったの。で、まあまあ鍛えてるなって感じだったら、ボディービルダーみたいだよ。シャックンすごい、41センチだよ。これなかなかやってる人なんだよ。ただね、ドレさんとかは、全体的にでかいのよ。太もも、胸筋、肩とか広背筋とか全部なの。シャックンはね、なんか腕だけ太いの。やばくないかな。いや、俺ね、ガキの頃から、スラッとした体型に一回なってみたいっていうのがあったの。ずっとデブだから。ずっとデブなの。子供の頃からデブなのよ。だから、そう、痩せてみたいっていうのは感覚としてあるね。ライズアップ的な。ロングブレス、あー、ロングブレスか。ふぅ、ふぅってやつでしょ。あれはまあまあまあ、過呼吸になりそうだけどね。その痩せてみたいかな、ちょっと腹筋が割れてみたいっつうか。シャックンの腕かっこよかったな。40センチ超えるともう本当に違うね。40センチ超えるともうでかいね。40センチ超えるとでかい、ひたすらでかい。あっぱれ、万歳。友人からキャシャだねって言われんの。おお。ブルースミー、あー俺ブルースリーなんか怖いんだよね。ブルースリーはなんか鍛えすぎっていうか、なんか筋肉の密度が濃すぎるっていうか、でかくなる系じゃないじゃん。ギューって感じで、もうなんか、なんつうんだろう、
ハンマユージローっていうか、バキの世界の筋肉のっていうかさ、あれ広背筋とかもおかしいし、なんか密度がすごそうっていうか、あれ怖いな。なんか俺はブルース・リーの筋肉は全然憧れないわ。なんかもうやりすぎって感じがする。おい、こんにちは。ポッキーって言われた。なんだろう、すげえかっこいいなと思う関係。いや、なんか期待すぎでしょ、あれ。ブルース・リーは。で、やっぱりブルース・リーの映画ちょっと見てみたんだけど、ギャグ漫画みたいにしか見れないんだよな。まあ、強いんだろうなっていう感じだけど、なんだろう。なんか、過剰演出じゃん。なんかこう、ね、あんまりグッと来なかったよ、俺。なんかブルース・リーの映画を見てる時よりもブルース・リーのプライベートトレーニングとかの方がかっこよかった。ボディービルダーともちょっと違くない？あれはヒッティングマッスルじゃん、完全に。広背筋がやばいじゃん、異常な広背筋。あれ本当になんかそのボディービルダーの鍛え方じゃないと思うよ。本当に使える筋肉だけ徹底的に鍛えたみたいな。どれを布団圧縮パックに入れたらブルース・リーみたいになるんだい？俺、ドレさんはブルース・リーみたいにならない。多分ね、ブルース・リー、華奢なんだと思うんだよ、骨格自体は。そこに筋肉詰め込みすぎなの。で、ドレさんは骨太いんだよ。元々の骨格が太いの。だから、俺もそうなの。背だけはないんだけど、胸板異常に厚いっつうか、そう、骨が太いタイプなのね。だからブルース・リーは多分ね、骨細いんだと思う。もともと華奢な人が、だからテルチャンピンみたいなタイプの華奢な体を徹底的に鍛えまくったみたいなイメージ。骨格的に言うと本来その筋肉が乗っかるタイプじゃないのに乗っけまくったみたいな印象を受ける。あ、そうそう、武井壮をもっと鍛えたみたいな。だからナチュラルな鍛え方だよね。そのなんていうの、負荷をかけてでかくしようっていうんじゃなくて、強さを徹底的に追い求めたらああなっちゃったみたいな、それの最強系みたいな、そんな印象だな。ブルース・リーじゃないんだね。俺ブルース・リーだと思ってたの。青の3だと思ってたの。ブルースなんだね。リーさんだっていうことに最近気がついた。あ、クモンリュウとか近いかもしれないね。リーさんなんだね。ブルース、リーさんなんだね。ブルースリーだと思ってたの。子供の頃から。じゃあクモンリュウはクモンリュウだね。クモンリュウはクモンリュウでしょ。だから、クモンリュウですよって言われた感覚、俺からすると。え、クで区切るのみたいな。クが名字で、モンリュウさんだったのみたいな。クモンリュウだと思うじゃん。クモンリュウさんみたいな。そういう衝撃がある。ブルース・リーさんには。アーノルド・シュワネツェネガー。俺、シュワちゃん、かっこいいか。なんか俺、アメリカ的ななんかでかいもの信仰ってない？ワド、ウ。それは無理があるよ。わ、どうとかね。アメリカンマッスルにあんまかっこよさ感じないかな。いや、だから身長がないと無理でしょ、ああいう筋肉。ドレさんが背170センチくらいだったらめちゃめちゃ爆笑できると思うよ。なんか、ドレさんは身長がでかいからかっこいいんだよ。似合うんだよ。あれ、小さかったら多分笑えると思うよ。なんか、鍛えすぎだろ、みたいな。
なんかそういうのあると思うよ。そう、身長に合ってる筋肉のつけ方っていうか、骨格に合ってる筋肉のつけ方って、本当にラオウみたいだよ、マジでラオウみたいな体してんの。実写版ラオウだよあれ。豪商派出てきそうだったもん。ずんぐりむっくりはね、まあでもずんぐりむっくり体型、空手家とかだとかっこいいんだけどね。空手の体型の人ってずんぐりむっくり多いじゃん。あ、かっこいいんだよな。いや、ドルさん完璧にラオウだよ。ボディービルダーの人結構いるよね。おお、シャックンいらっしゃい。いや、かっこよかったよ、シャックン、マジで。あの40センチはすごいよ。あれって、相当やってる人じゃないとならないらしいよ、ああいう風に。40センチは本当に上級者なんだって。35センチは中級者って言われてんだって。あ、なんか褒めてくれてたよね。なんか、胸いいっすね、みたいな。おっぱいずっと触られたもん。いや、シャックンの腕見て、あ、ちょっと鍛えようかなと思ったもんね。かっこよかった。T シャツがパツパツだったもんね。うん、やっぱ鍛えると変わるね。顔とかも、やっぱシュッとしてたもんね。前会った時より。前もまあ、シュッとしてたけど。かっこよくなってた。村真子に似てた。村真子に似てって、村真子は俺にとってもう戸田恵梨香だからね。戸田恵梨香さん和骨って言うと、あーって言ってくれるん。戸田恵梨香ですって。お前村真子はお前ニコ生の戸田恵梨香だぞ。ディスるな。ニコ生で一番可愛いアイドルですから。村真子の踊ってみた、何回見ても笑うんだよな俺。えなこと村真子の踊ってみたを比べるのが大好きなんだよな俺。ケーズ電気のサポートラインが分からなかった。ボンクラ電気。あー、意外とパソコン苦手なんだね、いっちゃんね。なんかお年寄りってさ、アプリとかお年寄りって言い方変だけど、いっちゃんごめんね。なんかやたら電気屋に問い合わせるよね。なんか浅井さんもそうなんだよ。なんかアプリとかで分かんないことあると電気屋行くんだよね。なんかすごい可愛い。ググるっていう概念があんまない。おい、小太郎さんいらっしゃい。ぽっちゃりした女性ブームっていうか、だからぽっちゃりっていうか、俺はだからいつも言ってんだけど、前世紀の深田恭子以上に太ってる人はぽっちゃりじゃないんだよ、デブなのね。だからそのもう明確に俺はもう発表したから、もう論文で出してもいいの。深田、前世紀の深田恭子よりふくよかな人はデブで、もう明確にルールもつけようって。でネットの世界でいうぽっちゃりって激デブだから、スタービーチ、ワードアンケートやったよ。携帯やアプリの質問されるの困る。でもそこからビジネスチャンスが広がるから対応すべきだと思うよ、やっぱり。うん、ジャンルは違うけど利益にはならないけど、遠い目で見たら、いや論文出したいでしょ。え、どう思う？だから、いやデブでも綺麗な人はいるんだけど、ぽっちゃりってどうなんだって言い方。ぽっちゃりって言い方が正しいのかどうなのかっていうのあるよ俺の中で。なんでデブじゃないの？だって俺自分でデブだと思うよ。75キロ、身長170あって体重75キロ、太りすぎだもん。うん、
でも俺はぽっちゃりした女性好きですね。フカキョンね、あんまりグッとくる、要は綺麗な人だなとは思うんだけど、磯山さ、あ、もう磯山さやかね。ね、俺はぽっちゃりした人好きだけど、フカキョンはタイプではない。だからフカキョンが裸でこう誘ってきてもあんまり興奮しない体なんだよね。俺はデブだね。うん、でも画面って太って見えるからな、実物全然違うもんね。ちょっと実物とのギャップ、フカキョンに口説かれてもごめんって言っちゃうわ俺。ごめんとは言わないけど、ちょっと今日は帰ってくれみたいな、今日は忙しい感情を出すよね。うん、深田恭子グッと来ない。あー、ググっても簡単なことを難しく書いて、あー深田恭子あんまグッと来ないね。みそのは、いや、そう、みそのは細いよ。あ、どちらかっていうと、みそのの方がいいわ、俺。なんなら、深田恭子とみそのどっちが好きかって言ったら、みそのの方が好きだわ。Day After Tomorrow。のんちゃんはグッとくるでしょう、うん。のんちゃんにグッと来ない男子なんかいないよ。セクシーダイナマイトねえのんちゃん。BMI 指数、あ、俺の BMI 指数やってみようか、うん、測ってみようか。 BMI 測りますか。じゃあ適正体重。でもこ、俺こういうの嫌いなのがさ、あの筋肉量、骨密度とか計算結構度外視だから大体の目安じゃん。 BMI 多分どれくらいなんだろう。俺75キロ、ちょっと多めに76キロにしとくか。76キロ計算。肥満度は25から30未満、肥満度1だね俺。 BMI26.3、 適正体重より 12.42 キロ重い。適正体重が63キロなんだ俺。え？ 63 キロって結構、あ、そんなもんか。テルシャンピン63ぐらいか。63って、うん、プラス 12.42 だね。12キロ重たいって言われてる。だからデブだね。だから肥満度1。BMI26.3。指数は目安だよね。もう別に賢く見せようなんて思ってないよ。普通に喋ってるだけだよ。テルはガリガリ。テルは結構筋肉量多いよ。筋肉量多いっていうかね、あいつバネがあるんだよ。ガリガリではないよ。スポーツマンだよ、あいつ。体脂肪は低そうだけど、なんだろう。早いんだよね、とにかく。早いし、バネがある。バネ。だから、パルパルぶん殴った時の動画あるじゃん、俺が。あれ結構すごいと思うよ。俺も結構振りかぶって行ったんだけど、パルパルに。思いっきりフルスイングで行ったの。だけど止めたもんね、あいつ。途中から割って入って。あれすごいよな、テル。あの反射し、だってさ、突発的にぶん殴ってる人間飛び込んで止められる？ 0. 何秒とかの話じゃん。相当早いよ、あいつ。反射神経めちゃめちゃいいよ。蹴りも実際重かったしね、あいつの。
体重増やしといてよかったわ。あれ大怪我してたよ。トレーニングして、ドレさんに教わんなかったら、トレーニングしてなかったらマジで大怪我してた。ボッコボコにされてたよ多分。まあボッコボコにされたんだけど、うん、瞬発力すごいよね。意外とどっしりしてんのが新野鳥なんだよね。意外なんだけど結構腕太いん。あんなに体ね結構がっしりしてんのにバク転すっかんね。新野鳥どうかな、俺と同じぐらいかな、俺より高かったかな、そんなに変わらない印象かな、そんなに変わらない、なんかそんなに変わらないって感じかな。あ、身長高いんだ。適正体重72キロ相当だよね。相当モデルみたいな体型なんだろうね。身長170ちょっと低いよな、俺はちょっと低い。はい、若津引退ですよ。男らしくなりたい、うん、語尾にだぜってつけてごらん。何を言う時もだぜって言うと男らしくなるよ。男らしくなりたいぜ。あ、そうなんですか。あざす。はい、こんにちは。アイテムありがとう。まいちゃんいらっしゃい。マムさんこんにちは。よろしくお願いします。わかんないよ。はい、よろしく。ダバダバさんいらっしゃい。はい、こんにちは。いらっしゃい。はい、どうも、こんにちは。はいはい。佐藤エリちゃん、俺が飲んだ、俺酒飲まないのに、一度一緒に飲んだ方に似てる。俺酒飲まないですよ、ほとんど。
ちょっと誰だか分かんないですね。千葉の方と一緒に飲んだ。ちょっとわかんないですね。千葉の方。配信者ってみんなゴミだと思う。俺人類全部ゴミだと思う。人類全部ゴミだと思います。しないでください。YouTube 見てますけど会ったことないですね。別の方ですね。会ったことないね。まあよくある顔なんで、まあ俺もゴミでしょ。はい、はい、すいません、あのお隣でで、あの引っ越し作業させてもらってまして、はい、あの目の前にトラック止めさせてもらってます。ああ、わかりました。おかけしますので、はい、ティッシュを配らせてもらって。ああ、ありがとうございます。いただきます。あ、どうもどうも、すいません、ごめんなさい。はい、30分ぐらい、1、2時間ぐらいですか。そう、結構かかっちゃうんで。あ、わかりました。隣って隣ですか。隣の、2階でやらせてもらってるんですけど。あ、わかりました。また何かあれば、はい、すぐ言っていただければどけますんで。わかりました。はい、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい。隣、上の階が引っ越しだって。ねえ、俺初めてだわ。アート引っ越しセンター。いや、でも、偉いよね、なんか。引っ越しはアートっつって、ティッシュもらったよ。燃えないゴミとか燃えるゴミじゃなくて、引っ越しして、その、邪魔しちゃう、なんかうるさいかもしれないんで、すいません、つって挨拶に。アート引っ越しセンターの好感度、今めちゃめちゃ上がってるでしょ。多分この放送のせいで多分株価爆上がりすると思うよ。ストップ高。今アート引っ越しセンターがストップ高ですよ。アンケートたまにやってるよ。今日からじゃなくて、まあ今月ぐらいからやってるね。
やこれ本当なんだって。俺がこの放送で話すと売り切れって店頭から消えるんだよねえのんちゃん、これ本当なんだよ。俺が何かを商品を言っちゃうと、商品名言っちゃったりとかすると棚から消えるの本当に。いや影響力半端じゃんよ和道の、マジで。あ、俺気をつけてるもん。ちょっと初見さんいらっしゃい、ちょっと気をつけないとなって思ってるよ俺は。あんまりそのね、俺がいいよって言っちゃうと、いやマジで、いやたまたまじゃないんだって本当に、これマジなんだって。だからヘビーだから、俺のファン熱烈だから、すぐ俺と同じもの買おうとするから棚から消えちゃう。大変なんだよ本当に。株価も爆上げストップ高ストップ高。たまたまなのかな、たまたまなんだろうね多分ね。あ、俺ね、あとね、みんなにどうしても言いたいことがある。あのミクシー流行ってるじゃん。ミクシー俺やめようかなと思ってんだけど、どう思う？俺ミクシーでここまで来た部分あると思う。ミクシー配信者じゃん。ミクシーを使い込んでここまで成り上がってきたところあるけど、そろそろミクシーやめようかなと思うんだけど、みんなどう思う？うん、ジャスティン・ビーバーとか俺からしたら格下だからね、後輩だからね、うんうん、みんなのマイミク切れちゃうけど大丈夫、うん、インサイダーで俺捕まんのえ、みんなミクシーのアカウント持ってる？ミクシーって今どうなってんだろうね、うん、やったことない。ミクシーめちゃめちゃ流行ったよ。使ってないんだ。ギターやってますよ僕は、ギタリストだから。あ、でもね最近ねセブンティーンの雰囲気良かったっすよ。セブンティーン良かったっすね。ギター全然やるんだけど、オリジナル曲をやらなきゃと思ってんのね。俺が目指すところは、今までは練習ギターの練習でコピーだったけど、これからはオリジナルソングをやっぱり出していこうと思ってるね俺。オリジナルソングを即興でね、だその練習に切り替わっていくから。うん、よろしく。もうカバーはしないから。カバーたまにやるけど、カバーはリクエストあった時だけだね、うん、これからもうアーティストとしての活動始まったから、もうギタリストとしての練習期間終わったから、オリジナルソングでいきます。よろしく。シンガーソングライターとしても活動していくかんね。うるさいよ俺は正直、歌には。ついにアーティストとして。セブンティーンっていうのは、あの、配信サイトのことですね。ピストルズではない。ワド、ビート、ワド、ビートワド。マジです。全然、配信サイト変わってブレイクする人いっぱいいますよ。
全然いますよ。チューニングとかは俺がチューニングだから、俺がチューニング、囚われてないから。そのチューニングが狂ってるのは俺が狂ってるのをその表現してるわけだから、ルールないから。ドロップ D ですよ。年金は奇数月だけ知らない。いっちゃん知らない、年金もらってないから。ボケできた？いっちゃんついに。じゃあ花火上がったらオリジナルソング1曲歌います。花火一発につきオリジナルソングを歌いますね。よろしく。ルールなんてないよ。囚われすぎ、囚われすぎ、既成概念に囚われてるから、殻を破っていかないといけないから。今みんなが聞きたいのは新しいものだから、新しいもの。いや、オリジナルソング、花火一発につきオリジナルソングですね。偶数月なんだ年金は。ありがとうございます。じゃあ聞いてください。ああふー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 、よし、喉の調子 OK。タタタタ、何系が聞きたいの？ラブソングだね。了解。石野はホームレスなんかじゃないぜ。石野はホームレスなんかじゃないぜ。ただちょっと家がないだけ。石野はホームレスなんかじゃないぜ。ただ家がないだけ。ありがとう。そうだね、ラブ石野。はい、ラブソングです。まあね、あの花火一発につきオリジナルソングこれからやっていくんで、よろしく。バカありがとう。いい曲だろ。あ、ありがとうね。北朝鮮の歌ね。はい、ありがとう。マンギョンボンゴ、キム・ジョンウン。マンギョンボンゴ、キム・ジョンウン。マンギョンボンゴ、キム・ジョンウン。ミサイル飛ばしてさよなら。マンギョンボンゴ来ないかな。 Thank you。 どんどん行こう。ありがとう。はい、ありがとう。 Thank you。 オリジナル、オリジナル。オリジナル泣きそうだったろ。
これアンサーソングだから、これアンサーソング、ハートありがとう、どんどんねありがとう、逆にありがとう内容濃いだろ、泣いた、ありがとう、もうどんどん歌ってこうね、マジでシンガーソングライター行くから。うん、ワドンさんって自分の考えが正解だと思ってますか？だからそれも全部歌で歌いたい、俺は歌で表現しに行きたいね。もう野暮な質問はしないでくれ、シンガーソングライターだから全部歌でアンサーするから。ありがとう。下手とか上手いとかじゃないんだ、かっこいいかかっこ悪いかな。そうです、歌詞箇条書きなのは俺のスタイルだから、ビットコインでって言えば、だから花火一発で歌っていくから、仕事だから、シンガーソングライターだから。ありがとうございます。ビットコインね、仕方ねえな、ほんと欲張りばっかりだな。ビットコイン聞いてください、ビットコインです。通貨発行権を許さない、通貨発行権は許さない、セイ、暴落暴落暴落するぜ、暴落暴落暴落していくぜ、今が買い時ビットコイン。ありがとう。ビットコインの歌でした、うん、とんでもないアーティスト、とんでもないアーティストが生まれたな、うん、ありがとうバーガー、ありがとう、うん、ありがとう、だから花火一発でオリジナルソング歌うっつうの、うん、Mステッツが俺はサマソニー出るつもりだけど来年のサマソニー出るけどね、ミュウツーの歌ね、はいはい、ミュウツーの歌いきます、うん、よいしょ、童貞、俺は童貞、女を抱いたことはない、27歳、女を抱いたことはない、
ありがとうございます。情報量が足りなすぎるあ、だから俺が関心ない関心ない話題はこんな感じになっちゃうから情報量が足りないとこうなっちゃうから歌ってソウルだから、魂だから、魂がないとこうなっちゃう、うん、いや、だからあんまり関心がなかったから、うん、ごめんね。やっぱソングってソウルだから、もっとパワーワード来ないとダメだよね、うん、出てこなかった、インスピレーションが降りてこなかった。今のは B 面に入れようね。もう一発、うん、いやテーマちょうだい。うん、分かった。ゲイリーありがとう。じゃあアンチの歌歌おうか。引退詐欺と引退詐欺と奴らは迫ってくる。600万を600万をおばあさんに返せ。引退詐欺と引退詐欺とループの話題だぜ。ハゲより目毎日繰り返しだけどやっぱりママが好き。ありがとう。ミリオンいけるな。今多分音楽業界 ABEX がざわついてるよ。いけるABEX がいける、緊急役員会議開いてる、こいつだざわ。ざわざわしてる業界が。エレキですよ僕は。ロックンローラーなんでロックンローラーなんで、いや本気でシンガーソングライター行くよ俺。もうだから今までカバーしかしなかったけど、逆にオリジナルしかやんないから決めたから俺。だって俺マジでボーカルやってくださいって誘われてっかんね。声いいでしょ、うん、俺もそう思ってる。神様からもらったものだから、声はトレーニングじゃ無理なんだよ。もう神様からもらった楽器だから。これはアンサーソングしか歌わねえから、うん、嘘なんかついてない、嘘なんかついてないぜ。俺だぜ、みんな俺だぜ。でもギター本当に欲しいな、新しいの。あー、ありがとう。ありがとう。
ドヤ顔だぜ。八分の裏取れる。八分だから。JCDK どれさん OK。 ちょっとアップテンポかな、うん、聞いてください。どれの深夜食堂。ちょっと待って。いやはい、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 ワンツーワンツーワンツースリーフォー、いやはい、仮想配信者の女の子にコメントを書いてはナンパをしてるぜ。仮想配信者の若い女の子にナンパを続けるどれの深夜食堂。いやほいいやほい、ボイスメッセージを。いやほいいやほい、送り続ける。ワンツーイヤホイ、ワンツーイヤホイ。多分おそらくなんだけど写真も送ってる。ワンツーイヤホイ、ワンツーイヤホイ。筋肉だけが取り柄だぜ、筋肉大好き。ありがとう。ありがとう。ああ、でも2番の歌詞も出てきたけどね。2番の歌詞も出てきて歌いたかったけど、ちょっと早めに切り上げちゃった、うん、かっこよかった。いい曲だろ。ああ、バーガーありがとう。シンガーソングライターだから、うん、聞いてて癒される。まあアルファ波出てるからね、揺らいでるからね俺の声、揺らぎ成分あるから。いや花火一発で一曲歌いますよ、オリジナルソングを。どんな曲でも歌いますから。ありがとうございます。次は何を歌おうかな。あのさ、のんちゃん何年やってんのよ。音が回るから。すごい才能ありがとう。まさふみありがとう。聞いてくれ。初見さんいらっしゃい。これは僕がまだ中学生だった頃の、まだまだ若かった、あの頃僕は大人たちが、大人が大人のせいで、聞いてください、大人のせいで。大人のせいで、大人のせいで、せいで。ある晴れた日、僕は本屋にエロ本を買いに行ったんだ。
エロ本のコーナー奥の方店員さんは女子高生勇気を出して買いに行ったけど漫画派 Thank you。 フジロック出れるな。フジロック見えてきた。フジロックの鳥始まったら玉風とかやめてくていうか玉ってまだ活動してんのかな。バガありがとう。いや、エロ本はペンギンクラブ、ペンギンクラブです、はい、はい。あ、俺上下挟まなかったタイプだね。俺は結構堂々とバンっていくタイプだった。ディスディスイエス。でもオリジナルソングもういけるな、いけるな。デビュー近えな、これデビュー近いわ。見えてきた。ただだからね、ただを有効活用してこうぜ、みんなで、みんなでお金のかからない幸せな社会作ろう。お金、お金なんていらない、お金なんていらない、うん、お題はないときついよねやっぱり、うん、今 YouTube では、ん、今 YouTube、 あーどうなんだろうね、わかんないけど、そう、自給自足、うん、CD を買わなくていい、俺が歌う俺がメロディー、メロディーを届ける、理想郷ね。そう（咳）お金なんていらない、俺に、俺は花火だけあればいい、お金はいらない、花火が欲しい、もっともっと欲しい。放送見てるのかね、わかんないけど、多分俺の歌を糧に体を鍛えてるんだろうね、ダンベルを上げてるんだろうね。それこそドレさんなんか体の鍛え方 YouTube とかさ、すげえ人気出そうだけどね。ここっつって格闘技のさ、教則ビデオとかやればいいのにね。ジャブの打ち方とかさ、うん、聞きたかった。あ、だもう一点物だから俺、もう同じ曲2回歌わないから、その時の感性で聞いてほしいよ、うん、生、生だから、ライブだから、
ライブだから生で聞いてほしい、生で受け取ってほしい。筋トレ放送ね、生放送で見てみたいよね、どんなトレーニングしてんのか。ヘタレンはどつ花火一発でオリジナルソング1曲です。どんなジャンルもいきますから、うまいか下手かじゃないんだ、弾けるか弾けないかじゃないんだよ、弾くか弾かないかなんだよ。歌うか歌えるのか歌えないのかじゃないんだよ、歌うか歌わないのかなんだよ。それが和道だよ、覚えておいてくれ。やるかやらないかだよ、できるかできないかじゃない、やるかやらないかだよ。聞きたいのか、聞けるのか聞けないのかじゃないから、聞くのか聞かないのかだから。わかるかい、それが和道だよ、和道だよ。重要なのはやることとやらないことを決めることなんだよ。はい、マミリン久しぶり、全然来なかったね最近ね。お久しぶり、いらっしゃい。合ってない、チューニング合ってると思うんだけどな。はい、花火ありがとう。じゃあ次の曲は花火上がったんで歌います。何がいいかな、おじいき空き缶をこして目の前に置いてく、こじきこじきアイテム、こじきこじきこじきアイテム、こじき家でダラダラ放送をしてる、アイテムをもらって生活してる、アイテムだけしか信じないぜ、応援コメント一切不要、花火が大好き、和道和道、花火が大好き、和道の異常なゼミナール。
ありがとう。音楽の王道から一歩外れた路地裏の路線がワドンさんのやり方。メインカルチャーとか俺嫌いだから。ワドンさん、燃えないゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、燃えないゴミ、燃えないゴミしか選択肢ないじゃん決めつけられてるじゃん。じゃあ燃えないゴミでいいわ。2回言われたかんな。マドンさんは燃えないゴミ、燃えないゴミ、じゃあいいよ燃えないゴミで、燃えてるゴミかな、どちらかというと、燃えないゴミなのか燃えるゴミなのか、燃えてるゴミだね。いいね燃えてるゴミ、燃えてるゴミ、メラメラ燃えてるゴミ。生ゴミではないかな、生ゴミではないかな、まあアーティストだからね、パンチラインはどんどん出てきますよ、ガンガン出てくるから。燃えるゴミね燃えるゴミね。大丈夫だ、タバコ長生きするから。あれ祭りやってるな。祭りだ今日。お祭り行くのんちゃん。いや多分ね熊野神社でやってるかもしんないわ。お祭り行きたい？熊野神社かな。熊野神社じゃなくて。ダメか、祭りやってんな。熊野神社か。十二支神社祭りだ。あ、今日祭りだ。祭り行こうかな。疫病神、ゴミクズ、いいよ。じゃあ歌うか。
ミゴミゴミくずを作り出すのは人間人間人間だけ。ゴミゴミああ神様、ゴミを作るのは人間だけ。いろんな神様がいるんだね。いろんな神様がいるんだね。ゴミゴミゴミの神様、ゴミゴミゴミくずの神様。ゴミゴミゴミくずの神様、ゴミゴミゴミくずの神様。何かにすがって生きていくのかい。何かにすがって生きていくのかい。都合のいい時だけ神様に頼って、都合のいい神様なんて本当にいるのかな。ゴミゴミゴミくずの神様、ゴミゴミゴミくずの神様。ああありがとう。はい、サムちゃんいらっしゃい。シンガーソングライター始めたからよろしく。そう、即興だから二度とない、一点物だから。ウェイ、もう研修期間終わったからね、カバーソングしないわ俺。タイトルはあれですか、都合のいい神頼みすか、わかんない。タイトルはみんなに、みんながテーマをくれて、花火一発につき一曲歌っていくスタイルに変えたわ。うん、やっぱそのフリーで曲作りながら雑談やりたいっていうのが目標だったから、カバーソング歌ってても意味ねえなみたいな、みんな俺の歌が聴きたいんだよなと思って、だから花火くれた人には曲をプレゼントっていうスタイルに今日から切り替えてくる。ニルヴァーナだからカバー意味ないからね。俺の曲が聴きたいんでしょみんな。そう、俺が歌う、俺の曲を歌うって。そう、別にニルヴァーナ聴きたきゃニルヴァーナを CD 買えばいいからね。ニルヴァーナ聴きたきゃニルヴァーナ行けよっていう、うちワードだからって。神様と交信してるから、音楽の神様と。オリジナル魂こもってるでしょ。オリジナルの方がいい。何でもそうだから、何でもそうだから、うん、セイコ松田は聞きたくない、世代的に違うでしょ。やっぱ新しいもの聞きたいでしょ。今までは練習だから、そのね、音楽の先輩たちからギターを教わったり歌を教わってたけど、もう俺クラスになるともう3ヶ月ぐらいで研修終わりだから、そう、もうプロミュージシャンとしてやっていくって決めたから。
マイソングだよね。マイソングを届けていきたい、うん、マイソングを。いや音楽の、そう今まではトレーニングだったから、トレーニング期間、今日録画 YouTube に上げるよ。もう今後はフワッチには残さない、今後は残さないね。でもう今は短いフレーズしか歌えないけど、いや一曲花火5発投げるから、もうワンもう5分ぐらいの曲やってくれみたいな、そういうのもやってこうかなみたいな、うん、マイソングだね、マイソング、マイソングやってこうと思ってる。頭は湧いてるよ、うん、もちろん湧いてるよ、頭湧いてますよ。 Yes I do だよ、 Yes I do。 おはようヒトラさん、アイテムありがとう、アイテムありがとう。これちょっと休憩。あ、ありがとう。ネカモちゃんありがとうね。たくさんアイテム。はい、また来てね。MC ありがとう。うん、旅はしないね。旅はしないっつうか、俺は今でも旅してる気分だよ。気持ちは旅人だよ。旅を忘れてないし、生きるってことは俺は旅だと思ってるから。今も旅の途中だよね。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。野球あんま好きじゃないですね、僕。うん。ナイスナイス。野球苦手。野球の歌なら歌えるけど、野球の歌を歌うことはできるけど、野球はそんな詳しくないですね。野球の歌は歌えますよ、僕は。吸いすぎだな、タバコ吸いすぎてるとおえってなるよね、ひどいわ。腹減ったね、ちょっと。あとで、外付けハードディスク買いに行くから、その時、飯食うわ。外付けハードディスク。とりあえず、この放送終わったら風呂入って、で、外付けハードディスク買って飯食って。うん、そんな感じで行こうか。
外配信はいいかな。なんか最近配信頻度減ってるんだよね。うん。和道さんは好感度上げるとか考えたりしたいの？俺が配信を始めた理由って自由になりたいからな。言いたいこと言うためなの。その好感度上げる生き方をしないためにこの放送をやってるから、俺は俺のままで食えるのかっていう戦いなんですよ。だからそのままの考えたこと、感じたこと、思ったこと、考えたことを画面にさらして、それで俺のこと嫌いなら嫌いでいいやって、でもう俺のことをそれでも好きだって言ってくれる人は全力で愛すみたいな。なんかその俺のこと嫌いな人に向けて、正直俺のこと嫌い、俺が正直に話して俺のことを嫌いだわっていうやつとは仲良くなれないっつうか。だからそいつらになんか媚び売るようなことはやりたくないんだよね。だからそのまんまでぶつかってるって、そのまんまで勝負するっていうか、で別に嫌われてもいいやって思ってる。嫌われることは怖くない。配信論じゃないよ、別に配信論じゃないよ。だからなんか別に、なんだろう、俺みんなから嫌われてるから和道嫌いだわっていう人もいると思うんだけど、別に好きなもんは好きでいいじゃんって、うまいもんはうまいし、嫌いなもんは嫌い、まずいもんはまずいみたいな。勝負どこっすか、勝負どこ。いやいや、俺は完全にもう生まれ変わった、この前の配信で引退枠で。なんつうのかな、好かれなくていいやとも思ってるし、ぶっちゃけもうアイテムもう閲覧もいらねえと思ってんの。本当に心の底からアイテムも閲覧もいらないと思ってて、だから俺に興味なかったらフォロー外せばいいし、ただ応援しする気があるんだったらコメントなんていらないって、頑張れとかいらない、好きですとかついてきますとかいらないって、そんなん何の価値もないから、俺のこと本気で応援するんだったらアイテムくれって言ってる。それが俺の糧になるし、だから別に何だろう、嫌いでいいやっていう、本当にそういう感覚、本当にそういう感覚かな。嫌いなら嫌いでいいよって。オクターブチューニングのやり方が分かんないんだよね。笑顔のトレーニングは昨日風呂場でやったかな、銭湯入りながらやったかな。弦変えてないんですよまだ。弦欲しいですね。高いんだよね弦、700円とか800円すんだよ今。昔500円とか400円だったのに、なんか物価が上がってるんだよね。ちょっとやだね。アーニーボールのあのピンク使ってるんだけど、勝負っつうかなんつうんだろうな、なんだろう、無理に好かれよう気はないな。なんでなんだろう。媚び売りたくもないし、閲覧もいらないし、アイテムもいらないしっていう。嫌いにもなれないのに様子見させていただいてもいいですか。もうフォロー外してもいいよ、極端な話。俺はサボちゃんに関して過去俺のことずっと応援してくれてたのは本当に感謝してんのね。だけどこの先別にもう応援する気ねえわって言うんだったら別にっていう、もうしょうがねえなと思ってて、その応援してくれてる人だけでいいと思ってんの。だからもうなんかそれは俺の問題じゃなくてサボちゃんの問題だと思ってて、俺はその応援してくれてたことを俺は一生忘れないから、ただもうこの先応援する気がないって言うんだったらもう外した方がいいと思うよ。正直。それがいいと思う。サボちゃんにとっても。だから、ね、それがいいよ。無理して応援しなきゃって思っても意味ないじゃん。この人好きだわって思った時に、アイテム投げるべきだし、見てるべきだから。今までありがとうね、サボちゃん。本当に感謝してるよ。ただ好感度上げる気はない。全くない。ありがとう、今まで。アーニーボールね。そうそうそう。アーニーボールのピンクの弦を張ってる。笑い物にされて黒歴史増やしてね。人生黒歴史だから。
人生黒歴史ですよ僕は、応援する気がないんじゃなくて見直す、見直すってどういうこと、見直す、見直す、面白いとこ面白くないところを見直したい、見直す、見直す、限られた時間で見てる人ってよくわかんないんだよ流れが。あ、まあそうだろうね、うん、だけどそのなんだろう、なんだろうな、なんだろう、東京の水まずいよ、うん、あ、オクターブ合わさないとなんだからなんだ、俺チューニング普通に合わせてもずれるんだよね、指板押すと。見直す、まずだからその俺はリスナーさんに対して何かをお願いすることってできないから、その人として扱ってるから、物として扱うんだったらこいつら言うこと聞くだろうって命令みたいなことできるけど、リスナーさんに命令したことないと思うんだよね一回も。だからその俺側はもう表現して、俺のことを好きな人がアイテムくれるしかないと思ってるの、手段は。でだから全部自己責任で自分で決めてやっていくしかねえかなと思って、うん。でもまあなるべく素直にやっていこうと思うよ、うん。でそうそうそう、嫌いなら 見に来ない、だってさ人間なんだからさ、理路整然として正しくて成人みたいに生きろって言われても無理だもん俺、うん。毎日その時思ってることも違うし感じてることも違うから、なんつうんだろう、なんだろう、もうやるしかないんだよね俺の中では、うん。だから自分で決めて全部自分でやるっていうか、でそれで好きになってもらっても嫌いになってもらっても、それはもう俺が決めることじゃないと思ってるね。相手も強要なんかしてないよ俺。だからそのいちいちそのリスナーさんのリアクション顔色合わせてやってると疲れちゃうし、そう、だからもう俺は俺としか言いようがないよね、俺は俺だよっていう、うん。でそれを好きか嫌いか決めるのは俺じゃない、うん、それはもう委ねてるね、うん。引退配信の話が何なの、インター配信で俺アイテム強要なんかしてないよ、うん、俺は強要しないよ、うん。アイテム強要なんかできないよ、そもそもができないの、うん。
アイテム共用なんてできないよ、配信者に。だそれで言うこと聞くリスナーさんなんかいないよ。でしょ？俺は面白かったり楽しかったり、俺のことを応援してくれるんだったらアイテム投げてくれって、それが俺の糧になるとしか言ってないよ。なんで俺が YouTube 見るの？俺は強要なんかしないよ。俺は強要したんじゃなくて、アイテム投げる気がないんだったら応援にならないからフォロー外してくれって言ったんだよ。これから先アイテム投げる気はねえわっていう人に対して放送やってないからって、楽しみたいだけなんだよね、ただ単に。どこが嘘なの？どこら辺が嘘ついてるの俺が。それが全然わかんないわ。フォローします、ありがとうございます。アンチはなぜわざわざ嫌いなもの見に来るの？マゾなの？わかんないな、何なんだろうね、俺にはわかんない、俺とは関係ない。寄り目はまあ本当だけど。アイテムは投げません。アイテム投げないんだったら見なくていいよ。アイテム投げないんだったら見なくていいよ。あの投げる気がそもそもないんだったら見なくていいよ。まあ黙っててほしいかな。アイテム投げてる人のおかげで見れてるわけだから邪魔するのは良くないと思うよ。アイテム投げてくれてる人のためにやってるわけだし、そのただで見るのは泥棒だと、泥棒と一緒だから、まあ、ありがとうございます、ありがとう。よいしょ。応援してます、頑張ってください、一生ついてゆきます、あなたの生放送が大好きです、だけどアイテムは絶対投げません、応援ってなんだろう、応援ってなんだろう、応援ってなんだろう、応援って何。はい、わざつ。アイテムありがとうございます。応援は金、いや、あの言葉でね、俺にね、
応援してます頑張ってください大好きですって言った人ってみんなアンチになったんだよね全員そう全員漏れなくだからあ嘘なんだと思ってで結構傷ついたわけよ俺は、うん、俺は結構傷ついたんだよね、うん、だったらいらねえわと思って普通にアンチコメント書いて花火投げてくれてるやつの方がよっぽど応援じゃんっていうことに最近気がついたかな、うん、普通にゴミが死ねえって言いながら花火投げてる人の方がよっぽどありがてえわと思って相手もありがとう仮装屋さん、うん、応援しないのになんで見に来るのかよくわかんないんだよねそうだったらそのなんだろうそっちの方がありがてえわと思って、うん、かなそう言葉よりも言葉なんて信じたらダメなんだと思ってで行動がいいなと思って孤独だよ孤独うん、ありがてえ、うんうん、だって頑張ってくださいじゃあ飯食えなくね、うん、頑張ってくださいなんかいらないよ、うん、勝手に頑張ってるからっていうだから俺はいらないかな。頑張ってくれとか、応援してますとか。うん。なんか恩着せがましいっつうか。いらない。言わなくていいよって。うん、飯食えてるよ、うん。うん。金はいるね。うん。だから金のためにやんないとダメだなと思ってる。マジで。金はいる、うん、いや別に応援したくてアイテムしなくてもいいんだけど、うん、まあ投げたい人が投げてくれてるわけだから実際こうやってすごいたくさんの花火いただいてるから俺はこれを大事にすればいいだけだと思ってるから、だって俺よりも楽しい配信者、俺よりも面白い配信者、腐るほどいるわけじゃん。でしょ？でしょ？配信業儲かんのかな？どうなんだろう？普通に働いた方がいいと思うけど。ツイキャスはやんないっすね、僕は。普通に、ふわっちやりますね。だから俺は、その行動してる人？ずっと一緒にいてくれる人を大事にするだけだよ。うん。ニコ生？ニコ生やらないのか。ニコ生。ニコ生ね。やらないかな。アカウント作ったんだけど、1500円だか1700円払って。なんか、逆に今ニコ生っぽいのはふわっちだと思ってるね。今ニコ生っぽいなと思ってるのはふわっちだと思ってる。だから、その、昔のニコ生っぽくないよ。今ニコ生。やってみたけど。うん。だから、なんだろう、ニコ生っぽいのはふわっちだと思ってるかな。はい、お疲れっす。仮装屋さんありがとうね。お疲れ。恥ずかしくない。チンコ。チンコ見られて恥ずかしいとかないよ。中学生じゃないから、うん、ないっすね。チンコを見せるより恥ずかしいこといっぱいあるからな。うん、
それよりも恥ずかしいことはいっぱいあるかな。まあだからなんかこう配信者がリスナー縛るのも変だし、リスナーが配信者縛るのも堅苦しいかな。どっちも自由にやろうよ。俺ら自由が好きでここに来たんじゃん。自由にやろうよ。自由がいいよ。俺は自由が好きだよ。これはまあそっちんだけど、別に恥ずかしくはないかな。別に恥ずかしくはないかな。自由って大事だと思うけどな。のんたんにブチギレたって本当ですか？まあブチギレたことありますよ、のんちゃんに。最近ないけど昔ね。俺が見た最初は和道だった記憶。表記変われば別人。今は初代がつく。いや和道、和に道だよ、ずっと俺。ずっと和に道だよ。あい、まこやんいらっしゃい。仕事は配信か、配信業ではない。シャイニーは今旅に出てるかな。おっさんいらっしゃい。なんでこんなに人来るのか、いやわかんないよ。わかんない。なんで来んだろう、わかんねえな。なんでなんだろう。あ、まことか。おにぎりのまこと？おにぎりのまこと？よし、質終わったね。いやー、懐かしいね。まことでやりなよ、まことで。まことの名前好きだったけど。自衛隊員、元自衛隊員の誠だろ。今ふわっちもう1年ぐらいやってるよ。ずっとふわっちだよ。懐かしいな誠。アイテム投げてる人を叩くのやめてもらってもいいですか。ブロック入れますよ。ニコ生やってないよ俺。ねえ、誠に変えないよ。おっさんっていうか誠の方がいいと思うけど。なんだろう、今さ、例えばさ、みんな240人見てるわけじゃん。で、俺が何かを言ったら240人の中で好きか嫌いか分かれるんだよ、発言の一つ一つに。だから俺はまっすぐ自分で思ったことを言うだけだからさ、みんながみんな和道好きっていうコメントは不可能だからさ、好きか嫌いかはみんなに委ねるよ。プロフィール、アイテムのなんて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 って何。山ごもりってどこ、わかんない。山ごもりさん知らない。アイテムのなんて、いやだから嫌いか好きかはもう任せるから、
別に嫌いでもいいけど、嫌いな人に見てもらって俺は気分良くないよ。うん。ねえ、好きって言われてる人と一緒にいたいと思うのが俺の普通の考えだから、なんで嫌いな人が見に来るのかよくわかんねえんだよな。嫌いなら見なきゃいいんだと思うんだけど。ちょっと不思議な感覚だよね。もう嫌いでいいけど。好きなものに時間使った方が有効だぜ。アイテム投げる人ディスってって言った？いや、アイテム投げる人ディスらないでって言ったのはこれね。ハードキャンディーの社会的に終わってるからって言ったことね。なんでそのネカマさんのことを社会的に終わってるっていう必要があるのかなって。アイテム投げる人をディスらないでっていう、なんか俺のことをよく思ってくれてる人をなんで悪く言うのっていう、応援してるのに叩かれる、応援してるのに叩かれる。なんかそれってなんかすげえ陰湿っていうかかっこ悪いと思うけど、すげえ陰湿じゃない、アイテムありがとうまこやん、社会的に終わってるね君は。俺、俺は終わってるよ、ね、意味わかんないよね、そちんが社会的に追われてるって言われてんの、だってリプ飛ばしてるってことはその人に言ってるんじゃないの、違う、その人に対してリプを飛ばしてるんじゃないの、俺のことを終わってるっていう分には別に構わないよ、俺のことを別に終わってるっていうのは、あ、そうですかで終わりだから。たださ、その支援してくれてる人に対してお前終わってるなっていうのは俺は嫌いだけどね。なんだそれって、めちゃくちゃでしょ、それをして何になるんだろう、たまに YouTube とかでもあるけど、あ、セラさんありがとう、ちょっと風邪気味だね。何を言ってるのかわからない、主語と述語を書いてくれ、何を言ってるのか全くわからない、誰に当てているんだい、いい曲だ。ちょっと風邪気味かな、なんか冷房があんまり、冷房の風が当たってるんだと思う。あ、教えてって言われたから教えた、まこやんありがとう、アイテム、
和道さんの周りは白黒つけた方が良いこと多いと思うので。え、どういうこと？何の話してんの？和道さんの周りって誰？サブさん。どういうこと？全部君に言ってるんだ、文字読めないの。だってリプ飛ばしたら俺に言ってないでしょ。おい姉ちゃん窓通、リプ飛ばしたら分かんないでしょ、うん、あミュウツーとか。いやミュウツーはちょっとやりすぎでしょあれ、うん、ただの誹謗中傷だと思ってて、うん、あカラスとかね。いやだから俺も訴えたいよ、金とかあんだったら。本当に名誉毀損だと思うし、誹謗なんつうんだろう、あれはまさにさ、なんつうんだろう、俺だって対話するよって言ってるし、俺の名前使って俺のサムネ使って、肖像権も侵害されてるしさ。だからのんちゃんもあの運営に怒ってるのよ、内容証明で IP 請求とかもしてんのよのんちゃん実際で。あのなんだ裁判の手続きとかものんちゃんやってんだよ今で。だけどそのなんつうんだろうな、悲しいよね、うん、うん、だから実際リスナーさんもすげえ怒ってるよ。あのミュウツーに対して、俺和道に好きで花火投げてんのに、なんで俺死ねとか、和道を応援してるやつ全員勝つとか、こんなこと言われないといけないんだっつって、いや俺ごめんねっつって、そのメールが来んのよ、 LINE が来て。いや申し訳ないと思うもん。だけど俺がやってることじゃねえからさ、どうしたらいいか分かんねえんだよな俺も。うん、それが嘘だったら君やばいよ。嘘じゃないもん、うん、IP 請求してるよ。いや法がどう対処するんだろうと思うよ本当に、うん、本当に思う。だって公でこんなことずっとやられてんのもんね、何ヶ月も。なんで運営さんも A 版にしないのかちょっとよく分かんないんだよね。あ動いたよ、あのミュウツーはあの8日版になってて、それツイッターに載ってるよ。ミュウツーの和道さんの家に行かないでくださいっていうことと、誹謗中傷がもう目立つって、あの本人がツイートしてたよ。見てみる。だけど俺ミュウツーに会ったこともないし、ミュウツーのことディスるつもりもないから、なんで俺こんなミュウツーに言われないといけないんだろうっていうのは毎回思うよね。嫌われ者、嫌われ者で一曲歌います。ありがとう。過去に犯した罪、過去に犯した罪、確かに僕は罪を犯しました。過去に犯した罪、誰かを傷つけて裁かれました。あなたの知らないところで、一体僕はいつまで叩かれる、一体僕はいつまで裁かれる、一体僕はいつまで叩かれる。ありがとう。閲覧と金になるっていうのが分かったか、これからもどんどん出てきますよ。まあ別に名前出して叩いてもいいんだけど、うん、
いや、やったことはやったって認めてて、何が目的なのかちょっとわかんねえんだよな、俺。うん。どうしたらいいのかわかんねえよな。いいね、この曲。あ、ありがとう。花火もらったら曲をプレゼントする活動をやりました。花火ありがとう。くれて本当にありがとう。今日でさよならなのかな。応援してくれて本当にありがとう。君は元気で生きているのか。会ったこともないけれど、連絡は音信不通。どうかどうか、お元気で。ミュウツーは固執しすぎた。和道さんのとこに旅費たまったのにさらにこじってた。いやいや、まあ別にそのスタイルは別にいいんだけど、まあそれに需要があるから花火が、もらってるわけじゃん。需要があるから花火をもらってるわけだ。いいんだけど、でも俺にコンタクトを取るとか、俺に会うっていうのを俺に無許可でやる意味がわかんないんだよ、うん。俺は迷惑だからって言ってるわけだし、警察も呼んでるわけじゃん。うん、だからそこがよくわかんねえよな。裁判の話嘘じゃないよ。IP 請求して訴えるって言ってるよ。だってまあ完全に誹謗中傷されてるからね。名誉毀損でしょ。プロバイダーの開示請求。だから時間かかるからめんどくさいよとは言ってるけどね。証拠を見せてって何？なんで俺がお前に証拠を見せないといけない？ちょっとよくわかんねえかな。でもまあ腹立つけど、どうしたらいいんだろうね、本当に。俺もどうしていいかわかんねえわ。まあ有名勢だっていう人もいるけど、有名だからしょうがないんじゃんっていう人もいるけど、なあ、引退しようかな。引退しようかなってなるでしょ。こればっかりは運営さんに対処してもらわない限りもう止まらないもんだから。はい、ワコツ。和道叩きで稼いだ金を何割か請求してはどうですか。いや、金の問題じゃなくて話題に出してもらいたくないからさ、俺としては。
なんだろう、まあ話題に出すなっていうの無理かもしんないけど、明らかに間違った情報を植え付けてるのは事実だから、それは困るよね。なんかその何、事実を事実で言うのは別に構わないけど、で何なのっていうのは気になるよね、うん、言いたいことあるなら直接に言えばいいのにとは思うけど、うん、電話かけてきていいっつってんだから、うん、600万の詐欺は事実だよ。隠してないもん、俺。隠す気ないもん。うん。うん、ああ、そうなんだ。ああ、ありがとう、ロックさん。うん、会ったこともない人になんでこんな粘着できんだろうな。よくわかんねえな。うん、じゃあしつこいからコメント欄埋まるから、うん、600万何に使ったの？俺1円も手元に、俺が詐欺ったわけじゃないじゃん。まあ詐欺ったのかな、まあ詐欺ったのか、うん、俺1円ももらってないよ。スワタマさんいらっしゃい、うん、人をネタにして稼いでるっていうか、なんかラッパーとかも言ってるけど、ディスは愛情がなかったらただの嫌われるだけじゃん、うん、リスペクトのないディスって意味ないと思ってる、うんうん、もしもし、もしもし、もしもし、あれ、なんだろう。あそこにできたんす。もしもし。教えて。セーブの跡があるなってんて。もしもし。もしもし。もしもし？なんだ俺。いや、わかんない。リスナーさん？あ、電話かかってきて折り返したんだけど、よくわかんない。誰だろう？ういっすー。うわ、わかんない。わかんない。俺が聞きたいよね。誰だって。うん。うん。俺が聞きたいわ。なんだよっていう。なんでワン切りなんだって。なんなんだろう。
フォローありがとう。アレックスさんありがとうございます。アレックスさんありがとう。昨日はありがとうね。昨日はありがとう。どうしたの解放。何昨日って。何昨日って。あ、フォローありがとうございます。昨日なんかした俺。はい、どうも。知念さんいらっしゃい。での話？和道さんの知らないところでいろんな処理が行われてる。よくわかんないよ。まあまあまあ、いいよいいよいいよ。じゃあ俺が今うんっつったのは、カイホーにリプ飛ばせよっていうリプ機能使えよっていううんうんだったの。別にいいの。俺に言ってるのか誰に言ってんのかわかんねえよっていううんうんなんだよね。別にいいの。別に何言ってもいい。俺に言ってるのかどうかわかんねえよっていう。ワドの画面、文字一部が消えてるから疎通できない。ワドの画面、一部文字が消えてるから疎通できてない。よ、お、お、うん。リプ使ってた？解放。使ってないでしょ。使ってないじゃん。昨日はありがとねって空打ちしてんの。昨日はありがとね解放。リプ飛ばしてないよ。まあいい、まあいいよいいよ、うん。あ、表示されないの？なんだろう、バグだね。あ、リプ飛ばしてるんだ。すまんすまん。俺の画面は見えてない。バグってるわ。俺の方がバグってる。すまんすまん。うん。リプバグだわ、リプバグ。あ、ごめんごめん。みんなの方ではリプ飛ばされてんだ。うん。いや、年取ったんじゃない。俺の画面、ほら。サボちゃん、見てよ。俺の方だと、昨日はありがとねって、解放が普通にコメント打ってるみたいになってるんだって。リプになってないの。だから俺のせいじゃないよ。年とかやめて。ほら、普通に解放、昨日はありがとね。リプになってないでしょ。だからバグだって。年取ってない。表示されてない。はい、ワード2。リプ機能。オッケー。
君に個人的に君だけにみんなの前で君に君だけにみんなの前で言いたいことある。リプライさせてみんなの前で君だけに。ありがとう。リプライの歌でした。ありがとう。え？おいって何？じゃあみんなの公のところで君だけに伝えたいことがあるんだっていう歌だよ。それがリプライだよっていう。いやそういうことでしょ。みんな見えるところで君だけに言いたいことがある。それがリプライ。それがリプライです。いやリプライ使ってください。君だけに言いたいことがある、みんなの前で。そういう機能。なしピー言えよ。なしピー、なしピー言えよ。なしピー、なしピ、なし。え、酔っ払ってるサボさん。なし、酔っ払ってんのはサボさん。多分ベロンベロンだわ。多分和道さんのリプ、和道さんのリプ家って何？和道さんのリプ家って俺にリプ飛ばしたいってこと？ここに飛ばしていいよ、うん、はい。石野は今浅井さん住んでるよ。浅井さん住んでる、いやかなりベロンベロンだよこれの。ちょっとじゃないよ俺、大体こうなってるサボちゃん、覚えてない系のサボちゃんだよ。これ。サボちゃんさ、フォロー外してるからね、俺の。それ記憶ある。ちょっとじゃないよ。大体。こうなってる。うん。こうなってる時は大体サボちゃんベロンベロンだわ。すげえな。だってさっき3時なのにもう夕方だぞって切れてたもん。夕方じゃねえから、まだ。なんで今までカバー曲だとすげえかそったのにオリジナルソングだとかそらないんだろう。全然意味がわかんないんだろう。ようご飯呼びます、ようご飯呼びます、はい。はい、すいません、よろしく。サボちゃん酔っ払ってんな。
煙酒量禁煙で酒の、また電話かかってきたな。もしもし、なんだこれ、呼んだえへん、ベロンベロンだな、なんだろうこの不在着信、意味がわかんない。何この人、いや分かんない、板電かなんか、うん、よく分かんねえわ。あれって板電されてんだけど、あ、禁煙したら酒の量も減った、禁煙したの、へえ、ヘビースモーカーだったじゃん、うん、ね、俺はもう酒飲んでないね全然、またね飲み行きたいけどな、はい、こんにちは、いらっしゃい、うん、はい、ワード2、アンさんいらっしゃい、って言われてもつまんないか、申し訳ない、それは他の面白い人見に行ってくれ申し訳ねえわ、うん、申し訳ねえ、なんかバグがひどいな本当に。
画ね、諦めてないっすよ。ただある程度準備して完璧な状態で提示しないとダメだなと思ったね。諦めてはないっす、自分の企画は。ただその形になってから発表します。なんか妨害が入った時に迷惑かかるから、取り巻きの人に。公開ではやらないかな。ある程度形になったから発表するよ。の迷惑、わかんない板伝かどうか。残り9分でじゃあ終わりにします。ありがとうございました。たくさん花火いただいてありがとうございます。皆さん今日放送終わりにします。これで寝ない。これから電気屋さん行ったりとかご飯食べたりとか買い物行ったり。だから最近配信頻度長時間やる気力がなくなっちゃってさ、何するか、いや飯食いに行こうかなと思ってる。あと買い物ハードディスクふわっちの動画全部消そうと思ってて。マルキーニョス、お前俺と話すことがあるんじゃないのか。さっきからずっと気になってるけど、マルキーニョスは俺と話さないといけないことあるんじゃないのか。
俺は少なくともそう思ってるけど。4時間枠ですね。6時間はできないです。4時間枠です。YouTube ライブ全然失敗だと思ってないけど、すごい楽しいよ。なんかコミュゲンみたいな感じで。仮想枠だから面白い。うん、いや、別にないんだったらいいわ。俺もないわ。じゃあ。俺もお前と話すことはない。あ、向いてるか向いてないかっていうか、楽しいか楽しくないかだから。俺は楽しいからやりたいと思ってるけど。最後に一曲いけますよ。当たり前じゃないですか。いけますよ、もちろんです。時間がない、もう。もし電話かけてくんなら次は開くけど、かける？話すか？電話かけるんだったら次は開くけど、できれば好きな映画。ありがとだけど、だけど、俺の方が、俺の方が、俺の方が、アルマゲドン。ありがとう。いや、俺の方がアルマゲドンの歌だね。いい歌っつって。はい、ありがとうございます。俺の方がアルマゲドン。うん、花火もしけったよ。花火もしけった、しけ花火。いや、俺の方がアルマゲドンは結構いい曲だと思うけど。うん、いや、電話かけてこないんじゃん。じゃあ、お疲れ様でいいっす。
たくさんのアイテムありがとうございました。みんなありがとう。はい、おつおつ、お疲れ。パフェありがとう。アイテムありがとう。お疲れっす。鶴の神の方が閲覧多いの。時代は変わったな。うん、時代は変わったね、うん、持ってけ泥棒。おい、ありがとう、風船ありがとう。いやー、鶴の神すごいじゃん。いや、適当っすよ、適当っすよ全部適当っす。いいじゃん、もう俺と話すことないっつってんだから。俺と話すことないっつってるやつと俺話す意味ねえよ。じゃあみんなお疲れ。はい、サボちゃんおやすみ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。